長板のビスが、はい、緩いと、はい、こうなってますよね。縦具が重くて、うん、長板のネジがバカになってる時は鉛筆削るみたいな感じですね。そうですね、鉛筆削るみたいな感じですよ。割り箸をこれを穴に埋めると、はい、綿棒をあの丸刃をつけて刺すタイプでした。あとはチンパチンと切る。切っちゃうんですか。切っちゃいますね。なんかこの出し麺もいけるんじゃないかな。麺もここにしますか。アロンアルファを入れて、これを麺を詰めると。で、これもまたアロンアルファを入れて詰めると。よいしょ。で、置いておくと切っちゃうんですね。ちょっと緩いやつをこういうふうに穴もいっぱい埋めることによってきつくなるっていう。うわ、きつい。すごい緩いですね。こっちは緩いですね。やっぱり何も入れてないから緩い。めっきつい。ここが一番きつい。そこは出汁麺ゾーンですね。出汁麺ゾーンが一番きつい。ここが一番ゆるゆるですね。っていう。ですね。きつくなったときは穴集めをするやり方です。わかりました。はい。はい。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。